吹雪テトラ。どうもこんにちは、吹雪です。パソコンの画面をディスプレイに映してグラフィックスを描写するためのパーツとしてビデオカードというものがあります。グラフィックスボードと呼ばれることも多いです。スマートフォンをスマホというように訳してグラボと言われております。今回はそんなグラボの基本的なことや性能の説明を初めの方に話した後に、後半では僕の買ったグラボを開封します。簡単にどんな構造になっているのかというと、描写処理を行うビデオチップ、ビデオチップが使用するビデオメモリー、基板とチップ類を冷却するクーラーが搭載されています。クーラーっていうのはファンのことでして、高性能のグラボの場合だと2機以上搭載されています。その分大きさは大きくなって消費電力は上がります。あと接続する端子は PCI Express 16を使用します。他には HDMI とかディスプレイに接続するときに必要な端子がいくつか付いています。値段が高いやつほどいいものが付いています。ビデオメモリーには容量があります。2GB とか 8GB とかいろいろありまして、大きい容量ほど大画面にスムーズに描写ができます。そしてディスプレイを2個とか3個とか同時につなげて作業しようと考えている方は、この容量が鍵になってくると思います。そしてこのグラボの代表的なメーカーが NVIDIA と書いて NVIDIA と言います。あと AMD です。いわゆるコンシューマー向けとして NVIDIA は GeForce シリーズと AMD は Radeon シリーズが主流です。性能は何によって決まるのかというと、アーキテクチャーと音用シェーダーユニット、 NVIDIA は CUDA コア、 AMD は Radeon コアと呼びます。その数とコアの動作周波数、グラフィックスメモリーの種類や容量、メモリーのバス幅や転送速度です。今そのいろいろ言ったんですけど、もうこの中で一番重要なのは何かというと、 NVIDIA の場合は CUDA 数、 CUDA って書いて CUDA って読むんですけど、これと AMD の Radeon 数が多いほど性能が上がります。まあこのね、 AMD の Radeon という読み方もね、まあ様々あるんですけど、この動画ではとりあえず Radeon という読み方をします。要はこの2つの性能、数が多いほど性能が上がります。そしてあのグラフィックスメモリーっていうのがあるんですけど、それは GDDR5 と安い DDR3 が今は主流です。 GDDR5 の方が転送速度が速くて、いろいろなグラボに採用されています。 AMD と NVIDIA のグラボの型式の見方としてはこうです。 AMD は Radeon RX580、 NVIDIA は GeForce GTX1080Ti、 この2つを例に話していきたいと思います。 AMD の X は世代です。580というのは X 世代の580というグレードを示しています。他には X570 とか X550 とかがあります。 NVIDIA は GTX っていうのが GeForce 製品のクラスを意味しています。10は世代で、80はグレードです。80の後ろに Ti っていうのはついてるんですけど、これはそのグレード内の最上位モデルを示しています。他には GTX980 とか GTX750Ti など様々なものが売られております。次に注意してほしいのは大きさです。基本的には価格が高いものほど性能がいいです。しかし大きさも大きくなるため、他のパーツとの干渉はないのか、またはマザーボードに取り付けられるかなどを確認することが必要です。でかいグラボは性能がいい分発熱が激しいため、ファンが3機ついていたり、消費電力を多く必要なため補助電源を使うこともあります。補助電源っていうのはハイエンドモデルのグラボが必要とするもので、PCI Express 用の8ピン端子を使うこともあります。自分の買ったマザーボードが対応しているのか確認が必要です。ですから後々増設しようと思うならば、自作するときに PCI Express 16スロットが複数搭載されているマザーボードをあらかじめ買っておくと便利だと思います。あと性能がいいものは消費電力が上がるので、前回紹介しました電源ユニットの定格電力も上がるということです。
1000ワットのものなどを用意する必要になってくるため、買う予定のグラボの消費電力をサイトで確認してから購入すると失敗がないと思います。最後にグラボが発熱するとそれを冷やそうとファンが回転します。その回転音がうるさかったりするので、自分の買うモデルがうるさくないかなどをレビューやサイトを見て確認しておくことをお勧めします。せっかくかっこよく自作を組んだとしても常にうるさかったら台無しですよね。低音時にファンを停止させる純ファンレス搭載のものやファンがついていないものもあるため、静かな音にこだわった選び方をしても面白いかもしれません。あとはですね、本来グラボはPC ゲームを利用する人が快適にプレイするために購入することが多いので、各パソコンゲームのホームページを確認していただきますと、快適に遊ぶための推奨スペックが記載されています。僕はゲームやらないので確認はしていないんですけど、ゲームをやろうと考えている方は一度ホームページを確認してみてください。はい、ということで、本当は 4K はどうだとかオーバークロックの話などまだまだ話さないといけないことはたくさんあるんですけど、また話が長くなるので後々動画にしていこうと思います。それでは僕が買ったグラボを紹介します。吹雪テトラ、それはこれです。クロート志向というメーカーから発売されております、 GForce GTX1050 2GB。 価格は1万4000円でした。結論から言うと妥協したパーツの一つです。でまず箱から見ていきますか。まずこのね、男の人がいますけど、あ、これボコボコしてるあ、これボコボコしてるわ、これすげえ、こう鼻血垂れてんじゃんここで、あ、これね、ここクロート志向で、あ、これがね、あのシールですね、いろいろ書いてあります。性能が見ていきますと、 GTX1050 2GB でオーバークロックできます。 SF ってのは分かりません。搭載されている GPU は1650だと。で、メモリ容量が 2GB、 メモリビット幅が 128bit、 メモリが、GDDR5、 いい方がついてましたね。安い DDR3 じゃなくて GDDR5 ついてた、よかった。で、コアクロックとメモリクロ、まあこれは分かりません。で、インターフェース PCI Express 3.0 の 16×16 のやつで、クーレーファン、これね1個しかついてないんですよ、私のやつは。で、オープン GL ね、に対応してると。ということはマイクラもできるんだね。で、これ見てください。出力は、あ、ディスプレイポートあるんだ。HDMI だけになった。この出力っていうのは、このディスプレイにね、これつなげるんですけど、あ、その時に必要になってくる端子で、あ、ディスプレイポートあるんですね。安いからついてないと思ったんだけど、あ、よかった。これ何ですかというと、例えば HDMI をピカチュウに例えるなら、ディスプレイポートはその進化系のライチュウみたいなもんで、あの HDMI の後に出たんですよ、これ。で、結構すごい比較的新しい接続インターフェースなんですけど、あ、これついてたんだ、よかった。あ、ちょっと裏見てみようかな。裏ね、こんな感じになってますね。あ、こんな感じですね。うん。あ、これもまた、あ、ボコボコしてる。あ、これボコボコしてるね。全部。でもなんか全部英語で何書いてるか分かんないんでね、早速開けてみたいと思います。よし、行くぜ。行きます。入れよ。お、入れなかったね。行くぞ、入れよ。あ、入れよ、俺のグラフィックスボード。ドーン、箱じゃねえか箱じゃないか。こっから開けそれそうかな。あ、いけるいける、行くぞ、行きます。今回は本当に行きます。それでは改めましてもう一度行きます。いでよ、吹雪テトラのグラフィックスボードオープン。いやまだお前じらすね。改めまして、行きます。いでよ、吹雪テトラのグラフィックスボードオープン。あ、これは CD が入ってますね。曲出してたんだ、曲ちげえよって。これね、多分あれですよ、ね、やはりこれ使うときに必要になってくるんですよね。で、なんか説明書があります。
よしこいつだ。なんかすごい高、なんかすごいな。なんかすげえ高級な箱に入ってんな。はい、こちらになります。であとは殻ですね。はい、あ、これもあれじゃん。ほら、これもあれじゃん。ここさ、端子触ったらダメなやつだこれ。はい、わかる？これね、これ多分絶縁の袋なんですよ。これあの、ま、あれと一緒で、マザーボードと一緒で多分ね。あ、ほら、ここに端子があるじゃないですか。で、この端子を素手でね、ウェーって触ったらこれ全部台無しになるんですよ。うわー、俺の動画全然開封してねえよな、マジで。まあ、箱からは開けたのか、袋かは、袋からは開けてないっていう。ここにクロート志向って書いてます。私素人ですけどね、クロート志向のこれ使います。だからこれさ、調べた時にさ、このグラボさ、調べた時にクロート志向って最初に書いてあって、いやいやいや、俺素人だけどクロート志向使っていいのかなみたいな、あって、ネットで調べたらなんかね、いや素人でも全然問題なく使えるってこと書いてあったんで、まずね、こいつ妥協したって言いました、こいつね。で、なんでかというと、吹雪テトラ、僕の買った CPU はインテルの 8700K でして、この CPU の場合は GTX1080Ti というすっげえ性能がいいグラボがあるんですけど、こいつの性能をほぼ 100% 引き出せる CPU らしいんですよ。ですから 1080Ti っていうのを買えば、ゲームはもちろん動画編集も快適にできるんですけど、価格が高いのと、もしこいつ買った場合は電源ユニットを大きなものにしないといけないので予算が上がってしまうんですよ。性能がいいんでね、消費電力も高くなるので、必然的に電源ユニットも、ね、1000ワットとか、まあ1000ワットはいらないか、まあ、でも850とかそれ以上必要になってくるんで、まあ、予算が上がってしまうんですね。まあ、そういった理由でギリギリのグラボを探した結果、この1050の2ギガにしました。価格が安くて性能もいいらしいです。3万円台で GTX の1060の6ギガっていうのが売ってるんですけど、本来はこちらの方がコスパと性能が良くておすすめされているグレードです。性能の面でね、1060 6GB の方がはるかにいいんですよ。お金をね、1万5000円あと出せるっていうのであれば、1050の 2GB よりも1060の 6GB の方がいいってことで。でもね、こいつは、そしたらこいつダメなのかというと、一応フル HD をちょこっとね、動画をエンコードするぐらいならギリギリ大丈夫だと。こいつの中のこのグラフィックスの能力と、あとは私の買った CPU Core i7-8700K の中に入ってる内蔵 GPU っていうのがあるんですけど、その GPU とこのこいつを使ってギリギリフル HD ならば編集できるだろうと思ってこれにしました。まあ、今後ね、例えば増設するとき、新しいグラボを買うときは、これよりもね、性能のいいやつを買うと思う。でね、こいつものもうディスって申し訳ないんだけど、こいつの唯一のいいところって、補助電源がないんですよ。うん、で、補助電源がないということは、それだけね、パソコンの中をスッキリさせれます。パソコンの消費電力も少ないんで、そもそもね、マザーボードのね、電力で間に合うんですよ、こいつは。それが初心者のね、僕にとっていいのかなって、設置しやすいっていうのがこいつの利点かなと思ったんで、こいつにしました。あとね、なんか俺好きなんだよね、これが。なんか小さくまとまってて好きっていうのもあって、こいつにしました。なのでね、まあスペックはちょっと大したことないんですけど、買って後悔はないです。吹雪テトラ、はい、ということで、いかがでしたでしょうか。今回お金がなかったので GTX1050 2GB を買いましたが、もう少しお金を出せますよという方は1060の 6GB のグラボを買った方がいいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。もしよかったらチャンネル登録してくださると嬉しいです。以上、グラフィックスボードの基本的なことと、クロート志向の GeForce GTX1050 2GB の紹介でした。ありがとうございました。バイ。